また丸、六、瞑想、2016年2月14日、日、20時分20時45分、の放送内容、信繁、坂井雅人、和松、木村義乃、を連れ信濃へ逃げようとするが明智兵に襲われる、信長の仇討ちを主張する信行、大泉博士、に対し、正行、草刈正夫、は新たな策を思いつく、番組内容、本能寺の変、直後の安土、信繁、坂井正人、和松、木村義乃、を連れ信濃へ逃げようとするが、明智兵に見つかってしまう、追い詰められた松は思わぬ行動に、真田の里では、信長公の仇を討つべし、と正論を主張する信行、大泉博士、に対して、正行、草刈正夫、の策は、票をつくものだった。一方、信長の死を知った北条氏政、高島正信、は、信濃に狙いを定める、北条への恐怖に怯える故郷に、信繁が悲しい知らせと共に帰ってくる、出演者、坂井雅人、大泉博士、長沢雅美、木村義乃、黒木花、藤本隆弘、藤井隆、高島正信、斎藤幸、寺島進、中原武雄、西村雅彦、段田康則、草笛講師、藤岡博士、高畑淳子、近藤正臣、内野清彦、草刈正夫ほか、原作、脚本、三谷幸義、音楽、服部隆之。